今日は、吹田市民応援デーという形で、そこにもね、います吹田と一緒に、ガンバ大阪様に、G ステージをお借りして、実はこのお腹を引き上げるっていう動作をするだけでも、実はこのお腹周りっていうのは変わってきます。両手を引いたゴー、ラッ、手足取れて、反対側、1、2、3、4、取れてます。はい、戻して、さあ右足前で太ももと伸ばしていきますよ。はい、が戻して、反対側もさあ、そしたら右から歩いて4つ目に膝をタッチして、奈々ちゃんを救う会の募金を行っていますので、皆様のお力をね貸していただき、一刻も早く心臓移植ができるようにね、温かいねご支援をお願いしたいと思いますので、その関係者のね、方にちょっと一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、私、大林奈々の父親の大林健一と申します。あのビラをもらっていただいてですね、情報を拡散いただけるだけでも結構です。皆さんのご協力なしではですね、娘の命つなぐことができません。ぜひよろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは、広沢忠と言います。よろしくお願いします。夢を叶えるため流したその涙、みんな思い出に変わればいい。みんなの想い一ついつか叶えられて、言葉も交わさずに抱き合えたら My この番組にはスペシャルゲストにお越しいただきました、はい、先ほど G ステージで、ね、ライブを終えたばかりです。広沢忠さんです。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ぜひ、広沢さんにですね、
そのスタジアムを歌で一つにしていただきたいなと、うん、いいですか。はい、ガンバの思い一ついつか叶えられて、言葉も交わさずに抱き合えたら My friend My friend。 ありがとうございました。パワーアップして帰って活躍する姿をファンの皆さんに一度で教えたいと思います Number one!
かしい、はい、ガンバらしさがなかなか出にくい展開でしたけど、はい、まあそうですね、まあ、相手もしっかりと守備も攻撃もできてましたし、まあ、お互い、まあ、守備もしっかりできてましたし、まあ、本当前半から、はい、難しい試合でしたけど、まあ、やっぱその中でもチャンスをやっぱり一本ものにできればなとは、はい、思います。なかなかこう欲しいスペースが生まれない中で、はい、自分のポジションを取りながらっていう難しさというのもあったと思いますけど、はい、まあ、3バックでしたし、まあ、1回サイドで、はい、起点を作って、まあ、自分は中にというイメージで、はい、入りましたし、まあ、はい、サイドに流れて起点なり、まあ、中盤の選手なりサイドバックもやっぱ深い位置までは行けてましたし、まあ、あとは本当最後の、はい、シュートだったりパスの精度をもう少しやっぱ上げていかないといけないなとは思います。サポーターの皆さんも、はい、赤嶺選手のゴールシーンを待ち望んでますし、はい、ご自身もきっとそうだと思うんですけど、はいはい、そうですね、まあ、移籍してきて、まあ、難しいシーズンにはなってますけど、本当一つ取ればまた状況が変わると思いますし、まあ、やっぱフォワードですし、まあ、点取るのが仕事だと思うんで、まず、はい、1点取れるように全力でやっていきたいです。応援してますね、頑張ってください、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと勝ちきれないっていう、いや見ての通りです。本当に点取らないと勝てないし、全体的にコンディション的にこうチームとして何かこう重たいこう90分という感じですか。いや、まあ、守備集中してましたし、まあ、もちろんそれぞれコンディションあると思いますけど、あの、まあ、カバーし合いながらうまくこう前にボール持っていきながらっていう感じで、チャンスっぽいシーンになりそうなシーンがあったんで、まあ、そういうシーンで決め切ってほしいなっていう、まあ、逆の試合もありますし、僕らは点前が点取ってくれても後ろが点取られたら意味ない試合もありますし、まあ、こういうゲームもあるかなと思いますけど、やっぱりサッカー点取るスポーツなんで、点取らないと勝ち点差は厳しいかなと思います。最後までファーストステージ、まずはこうサポーターの皆さんも信じて応援してくれてますし、いやもちろんそういうタイトルがある限り目指さないといけないですし、年間勝ち点の1になるっていうのももちろんそれはその後のことでいいと思いますし、目の前にタイトルがあるのであればやっぱりそれぞれね目指すのがプロなんで、諦めたらダメだと思いますし、今日だって本当にもったいないゲームだと思いますし、せっかく珍しく1万8000人ぐらい入ってた中で勝てなかったっていうのは本当に申し訳なかったなと思います。これからも期待しますね。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。